根深誠まことは、日本のルポライター、登山家、青森県弘前市出身、青森県立弘前高等学校、明治大学農学部卒業、同大学産学部 OB、小学校の時から登山に親しみ、家を出てから下駄履きで岩木山登山をして帰ってきた時もあった。百六十四年一月に岩木山で起きた、大立方明高生の岩木山遭難事件では、 同じ高校生として現当期の岩木山に偶然、居合わせ、創作活動などに参加している。このため、この事件を扱った、テレビドラマや、解雇検証を受賞した、田沢拓也、空と山の間に、高校生時代の根深が出てくる。1977年ヒマールチュリ、1981年、エベレストともに失敗。年には、アラスカマッキンリーで、 行方不明になった、先輩仲間の上村直樹の創作に参加する。1988年シャハーン独発登庁。1992年日本人僧侶、川口絵海のチベット潜入経路を調査。川口絵海のチベット潜入経路をたどった、気候文、遥かなるチベットで第4回 JTB、気候文学大賞受賞。 2004年ヒマラヤを口、ザルカ村に3年がかりで鉄橋を仮設。その模様を著書、ヒマラヤに架ける橋に書く。ネパールで世界最高地の稲作に成功した近藤を通るとの関係も手短に書かれている。白神山地の保護活動や世界遺産登録で大きな役割を果たす。ただ、白神山地の世界遺産登録そのものには否定的な態度を取り、 白神山地入山問題では自由入山を主張をしている。ゴンラゾム、シャハンドク初登頂を果たしたほか、ヒマラヤ遠征を多数こなす。落ちぼ広いと表現をしながらも、ヒマラヤの三島ミネ六座に初登頂している。1994年から2003年までイエティの現地調査を行い、2012年、その正体はチベットヒグマであるとの調査結果を発表し、 大きな反響を呼んだ。読売年間2016年版 P290。ありがとうございます。